阿ゴ湾にある、二郎六郎海水浴場。二郎六郎海水浴場は、伊勢島国立公園内の三重県島市大王町、船越にある海水浴場。阿ゴ湾の周辺の島々と、二郎六郎海水浴場所在地は、三重県島市大王町、船越屋座、二郎六郎。阿ゴ湾の中にあり、比較的波は穏やかである。訪れる人は少なめである。 小さな突き出た半島の先端は岩礁、半島の両側面が砂浜となっていて、一方が海水浴場、一方が生物などを観察できる海浜公園となっている。海開きの期間は7月下旬から8月中旬。2011年は7月20日から8月16日まで開かれた。水質は2010年の検査実績で AAA。 二郎六郎海水浴場のバースハウス二郎六郎地区の海外環境整備事業は1983年度に着手され1991年度の完了を予定していた事業である。総合保養地域整備法に基づく三重サンベルトゾーン構想の中にあって直接的にリゾート開発に参加した数少ない公共事業であった。この事業は 日本国民の休養の場の提供と豊かで潤いのある農村の実現を目的に行われ、870メートルに及ぶ護岸、用品、剪定の整備と水飲み場、トイレの設置が行われた。付近では真珠や海苔の養殖が行われているため、用品に四国産の海砂を使うなど、コンクリートを避け、なるべく天然素材を利用するという配慮がなされた。 1992年に海水浴場として開場した。東映の映画、トラック野郎、突撃一番星や、日本テレビ系列のテレビドラマ、弁護士、高林あゆこのラストシーンのロケーション撮影に利用された。海水浴場の名前、二郎六郎は小技である。その名の由来は定かではなく、中村忠氏には人命由来であろうとしながらも、 二郎六郎という一人の人物なのか、二郎と六郎という二人の人物なのか、あるいは六郎は人名ではなく六郎の変化したものであり、二郎という六郎の技術者なのではないか、という三つの指摘見解を提示している。ありがとうございます。